石川県下北郡の範囲下北郡は石川県の郡、ここでは前進にあたる加賀郡についても記述する。人口63,385人、面積1 3 0 9 2トル、人口密度484人、平平方メートル、以下の2町を含む。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は下記の区域にあたる。 当初は、加賀軍を称した。司書において、加賀軍の名称が確認できるのは、731年の天平二年越前国小税庁が最古である。律令制により、軍政が行われる以前では、国蔵本議に、加賀国蔵が越前国に属したとの記述があり、また、平城経跡からは、越前国家軍と記された木管も発見されている。加賀の名称は、 柳楽尿が地名の研究で、芝原という地形から来ているとしているが、異論もある。823年、江沼軍と共に分国され、加賀国となった。当時は、手っ取り以北かつ大海外南の地域であったが、同年6月4日に、加賀軍の浅野川以南を石川軍として分置した。室町時代頃から、加北郡軍の名前が使われ始め、1700年に、 正式名称となった。一津端町2、中条村三小金村4、堺村五中口村六神奈川村七井上村八内灘村九大場村十八田村十一川筋村十二川崎村十三木越村十四花園村十五田地下村16、咲田村十七栗原村十八萩坂村十九葛西村二十 笠野村21、一、金ポ村22、湯野谷村23、三、オウ山村二十24、東栄村村25、種屋村26、聖エ村27、金津村28、高松村29、金津谷村30、七塚村31、一、オ江国村32、二、小原国村33、三、クシ谷村34、森本村。ありがとうございます。